2024年10月16日公開、集計期間、2024年10月7日から10月13日のビルボードジャパン週刊シングルセールスチャート、トップシングルスセールスで411,052枚を売り上げて首位を獲得した AA。グループのゴッタ B。その他の画像、本作は10月9日に発売された AA。 グループのセカンドシングル、天四形態、初回限定版 A、初回限定版 B、初回限定版 C、通常版での発売となり、疾走感のあるロックナンバーのタイトル曲、ゴッタビーと、メンバーの佐野正也が主演を務めるテレビドラマ、離婚後夜の主題歌、ネバーエンドが全形態に収録されている。ここでは、 サウンドスキャンジャパンの販売データを使用し、AA。グループ、ゴッタ B の販売動向を調査した。ズ1は、ゴッタ B の発週の未店舗での地域別販売比率をグラフ化したものである。また、一般的なシングルの地域別の販売比率とも比較するため、 2024年に入ってから販売されたすべてのシングルの地域別販売比率を全シングルとしてグラフに追加している。ドッタビ B と全シングルの地域別販売比率を比較すると、関東地方が37.8%以下かっこない全シングル、55.5%、近畿地方25.7%、15.1%となっており、 メンバーの出身地である近畿地方での購買傾向が強いことがうかがえる。また、中国地方3.8%、2.7%、四国地方3.4%、1.2%、九州地方9.0%、6.5%となっていることから、西日本全体にも人気が波及していることがわかる。 関東地方、中部地方以外は全シングルより高いか、あるいは同等の比率となっており、地元中心ではあるが、全国的な知名度もあることが見て取れる。天作のデビューシングル、あ、ビギニング、に続き、2作連続でシングルセールスチャートの首位を獲得した AA。グループ、出身地である近畿、西日本における強い支持。 そして全国的な人気が2作連続の首位獲得につながったと考えられる。今後も AA、グループの動向に注視したい。